皆さんこんにちは、ちゆです。今日はどこに来てるかというと、じゃーん、大阪に来てます。まあ、私はね、生まれも育ちも大阪の生粋の関西人ですので、まあ、今日はちょっと大阪でね、休みの一日をね、いろいろ Vlog 風に撮影していきたいと思います。今いるのは難波の千日前とかのその辺なんですけど、この辺も昔から本当にたくさん来てて思い出の街でもあるので、まあ、大阪人が言うのもあれやけど、まあ、大阪観光をちょっと今日は楽しみたいなと思います。たくさん、まあ、食べれる、たくさん食べれるかわからへんけど、まあ、ちょっとオフの一日を今日は回していきたいなと思います。なのでぜひ大阪観光する方とか、まあ、参考になるところがあればいいけど、そんな感じのテンションで今日はお届けしていきます。まあ、ゆるゆる動画なので、今日もぜひ最後まで動画見てくださったら嬉しいです。それではゴー。まずはお腹もペコペコなので、お昼ご飯から食べていきたいと思います。大阪の商店街は本当に右にも左にもたこ焼き屋さんやらお好み焼き屋さんがあるのが特徴です。で、この源流ラーメンも有名なんですけど、今日はね、ちょっとお目当ての、皆さんに大阪に行くなら絶対ここに行ってほしいっていうたこ焼き屋さんを紹介したいと思います。こちら、わなか千日前本店です。もうここはね、本当たこ焼き界で一番美味しいです。これはマジ。たこ焼き8個入りください。はい、あ、食べます。わなかって結構大阪やっと店舗も多いんですけど、ここが一応本店で、店内でね、ちゃんと食べれるんですよ。もうめっちゃテカテカ美味しそうやね。これだけでも美味しそうなんですけど、本当にトッピングも最高で、このまま出来たてほやほやをいただいて、ここから店内の2階にね、上がってイートインというか中で食べていきたいと思います。マジで美味しそう。てかもう思い出しても美味しいし、もう今すぐ食べたいぐらい。わなかはね、本当にナンバーワンたこ焼きで、本当に生地がね、もう出汁にたっぷり使って本当に美味しいんよ。本当にお持ち帰りとかでもふやふやになっても美味しいんやけど、やっぱ店内で食べるカリッカリの生地の中ふわふわの感じは本当最高ですね。マジ久しぶりにちゃんとわなか店内で食べたから、もうこれって感じの、もう帰ってきたって感じの味が最高です。これちゃんと SNS 用にちょっと自撮りして、もうめっちゃ今食べたいし、ほんまにこのためだけに帰りたいって思うぐらい好きです。これなんかね、たこ焼きちょっと頑張ってみんなにさ見せたかったんけど、ピントが全然合わないのごめんね、無理だった。でも本当に味は美味しいので、ぜひね、この本店でしっかり食べて、まあ味一緒やと思うねんけど、まあ、本店で食べるから良いっていうところあるので、ぜひ皆さん大阪に行く際はわなか、絶対にわなかを選んでください。お願いします。なんか選挙みたいになっちゃった。続いてわなかのお隣にある難波グランド花月に遊びに行きたいと思います。今日のお目当てはこちら、占いに行きたいと思います。服部宝冠先生っていう大阪で本当に有名な占い師さんで、まあ、ここにね、私4年前も来て、今回久しぶりに遊びに来ました。4年ぶりの鑑定結果はどうなるのか。すいません、占いしてもらっていいですか。はい、あっという間に占いが終わりまして、なんかヤクルトをくれましたで、気づいたら雨が降ってました。もう最悪。もう傘ちゃんとゲットして、次はね、大阪で有名なあの場所に来ました。やっといつもの振り子前に着いたけど、めっちゃ雨ちょっとね、傘越しで申し訳ないんだけど、こっちしたらいい。じゃーん、振り子前に来たよ。まあ、さっき占い行ってきて、あの服部宝冠先生のね、占いにまず4年ぶりぐらいに行ったんですけど、せっかくなのでなんかもらったのよ、なんかヤクルトとかを。あの腸がね、私は弱いらしくて、ヤクルトをいただいたので、それを飲みながらどっかで休憩しつつ、占いの結果とか話したいんだけど、雨だからさ、外でさ、いろいろ座れるスペースあるんだけど、結構ね、雨だからきついから、まあちょっとブラブラしながら休憩できるポイント探したいと思います。あいにくの雨ねえ、前髪やばいんだけど終わってるよ、はあ、何しよう、どうしようかな。ちょっと積んでるけど、なんか探すわ。結局雨がひどすぎてタクシーにしました。はあ、大変だよ、本当雨女すぎて辛いわ。なんですけど、まあ、さっきね、占いも行ってきたし、いろいろやばい、肩
たられるぐらいぐちゃぐちゃにしてしまった。そう、さっきね、占いで髪をね、こんな感じでちゃんとしたやつここに、ちょっと個人情報とかは若干隠しながらなんですけど、まあ、こんな感じでいろいろ言われました、まあ、なんか、まあ、要するに同い年のうさぎ年の人がいいって言われました。なんか自営業とか公務員とかそういうなんか自営業の妻の線があるらしい何それって感じやけど、あとなんかね、私なんか早期結婚、早婚っていうのなんて言うか分かんないけど、早くに結婚するのダメらしいから、なんか今は楽しみなさいって言われた、思い出を作りをで27、8とかでなんか将来考えたらいいって言われて、でそのタイミングで髪を切った方がいいって言われました。だから27、8になったらショートカットにしようかな。あとお酒での出会いは絶対ダメって言われました。なんかお酒に飲まれるのは良くないらしい。まあでもなんかその焦らなくていいっていうことやし、まあ今は今でなんか仕事とかなんかいろいろ楽しんで、まあ結婚は結婚でそのうち考えようかなって感じで、なんかこのね、日付は私がダメな年らしいから、そこは気をつけた方がいいって。あと焦らず、多分この辺で出会う人は良くないよみたいな感じかな、分かんないけど。私も4年前にもさ行ったことあって、その時は大阪に住んでた時で、なんか東京に出た方がいいかみたいな相談を確かにしに行って、めっちゃ重要な、そうで、その時になんかあなたは絶対出た方がいいって言われて、でなんか人気商売、今日も言われてんけど、人気商売とかそういうサービス営業というかそういうのがいいって言われて、まあ、その時もそうやし、今もそういう人気商売というか、まあ、今もね SNS の活動をしてるので、なんかそれはすごいいいって言われました。合ってるって。あとは旦那さんを見つけて結婚するよし、プランはできたぞ。でここが私に会う方の名字らしいので、乗ってる方はぜひいつかうさぎ年でね、うさぎ年でこの名字の方は一回り上でもいいって言ったし、でこのなんか 1,2,3 って書いてるのが、まあ、次に相性がいいって感じやから、まあまあまあその辺で名字の方はちょっとこれからちょっとっていう感じなので、まあ楽しかったし、なんかねテンポが本当面白いね、大阪っぽくてノリが楽しいから、まあぜひ大阪に来る際は皆さん行ってみてくださいで有名やからほんまに、私も4年ぶりやったけど、まあ、大阪楽しいね。ということでまた次のとこに移動して、あともうちょっとして今日は夜友達とご飯に行くので、しっかり休日最後まで楽しんでいきたいと思います。バイバイ。次はね、何をしに来たかと言いますと、ちょっと母の日のプレゼントをね買いたくて、今日せっかく実家に帰るし、母の日のプレゼントをちょっと渡せてなかったので、今から母の日のプレゼントを買いに行きたいと思います。あとね、今日遊ぶお友達が5月に誕生日だったので、誕生日のプレゼントとお母さんの母の日のプレゼントを買いに行きたいと思います。恥ずかしいから切ろ、バイバイ。今日は阪急でお買い物しようと思います。まあ、お母さんもお友達も、まあ、美容とかコスメ系をちょっとプレゼントしたいなと思って、シャネルとエスティローダーでそれぞれプレゼントを買ってきました。でそんなコーナー言うてる間に待ち合わせ時間になって親友と合流。もう出会ってから10年来になる親友の友達なんですけど、まあ、私の唯一の親友で、大阪に帰ってくるときはもう高確率で予定合わせて遊んでます。もう私の年代の友達もみんな社会人だからさ、あーみんな大人になったなーって、まあ自分もなってるんやけど、感慨深く思いながら美味しい野菜串を食べました。はい、じゃあ今日は珍しくビールを飲もうと思います。なんか初めてちゃんとジョッキで飲んだけど美味しかった。なんかビール飲めるわ自分。プレゼントもすごい喜んでくれて、本当幸せな時間をありがとう。ねるちゃんです。こんにちは、ねるです本当に今日は湿気も暑さもすごいわマジで。はい、ということで今日一日ちょっとオフの一日をね撮影してきたんですけど、まあお酒も飲んで結構ね3杯ぐらい飲んじゃってもう結構ねいい感じに酔って帰ってきたので、ま
まあ、今からお風呂入って、もう明日には東京に帰っちゃうので、まあ、今日最後のね、実家での一日を楽しんで帰りたいと思います。でも本当弾丸できたけど、めちゃくちゃ楽しかったので本当に満喫できたかなと思います。やっぱ地元のね、友達に会えたり、大好きな家族と過ごせたり、やっぱ大阪が好きだなと改めて思いました。まあ、東京も東京でさ楽しいけど、やっぱまた大阪は大阪で地元なのでね、本当に心をリフレッシュして息抜きできたなって思いました。実家にはね、猫が3匹いるんだけど、まあ、ほぼ多分誰も相手してくれないのでちょっとだけ猫ちゃんたちとも遊びながら終わりたいと思います。ということで、この動画がいいなと思う方はチャンネル登録、高評価、通知オンの方よろしくお願いします。それでは以上、自由でした。バイバーイ。大阪にはうまいもんがいっぱいあるやで、たこ焼き、餃子にお好み焼き、豚まん。